プロキシ、おいプロキシ、起きろ、大丈夫か。つくしょう、今の衝撃でボンプが壊れたんじゃねえだろうな。私は大丈夫、そっちの状況は。大したことねえぜ、かすり傷だ。唯一のやべえことは、ここには俺様とお前だけってことだ。ルーシーとライトが見当たらねえ。でけえ岩が落ちてきて地面をぶち割りやがった。気がついた時にはもうここにいたぜ。マスター、激しい振動による空間の乱脈であなた様は予定ルートから外れました。現在位置を再計算中です。また落石の発生直前、道路の両脇から激しいエネルギーの放出が検知されました。気に留めておいた方がいいでしょう。激しいエネルギーの放出って爆発のことか。あの道路沿いには古くなった石油採掘施設が5万とあった。爆発の原因はそこかもな。早くしろだよ。これ体中キラキラした粉まみれじゃねえか。落っこちてきた時についたのか。粉？あ、ほんとだ、イアスも粉まみれになってる。待って、これエーテルの粉だよ。それも高純度のエーテル爆薬とかが爆発した時に出るやつ。なんだって、郊外に高度なエーテル技術はないはずだろう。というか、どうしてもそんな危険なものは売っていないはずだ。どうしてここにあるの？こんなものが舞ってるってことは、少なくとも爆発は事故じゃない。私たち誰かにはめられたんだよ。なんだと？一体誰の？まさかトライアンフの連中か。やってくれたな、ポンペイのおっさんよ。俺を退屈させるなとか言ってたのは、俺様とやり合いたかったからじゃねえのか。どうしてこんな汚え真似を。シーザー、その結論に至るのはまだ気が早い。とはいえ、こんなことが起きてしまった以上、今日のレースはもうまともに進行できないだろうけど、ドローンなら爆発の様子を撮影できているはずだ。状況を会場のバーミスに伝えてレースを中止してもらおう。了解、助手2号、電話をかけています。あ、プロキシさん、どうしたの？急に電話してきて。今日のフォローは順調そうだね。ぱっと見戦わなきゃいけない感じでもなさそうだし。なんだと、バーニス、さっきあんなことが起こってたってのに何にも見てねえのか。え、何かあったの？リン、まずいかもしれない。フェアリー曰く、ライブ中継の映像が細工されているらしい。僕たちだけでなく、覇者陣営の画面もフェイクになっているようだ。両チームとも画面がすり替えられているなんて。これはカリドーンの子を妨害するとか、そんな単純なものじゃない気がするな。そうだね、敵はフォロー内の情報を意図的に遮断してるみたい。それに何より、郊外にあるはずのないエーテル爆薬、味方によってはシンダーグローレイクに手を出そうとしてるってことも。なんだって、シンダーグローレイクが危ねえって言うのかよ。シーザー、
リンの推測は一理ある。シーザー、あんたはカルドーンのこの大将でパエトーンの雇い主だよ。次の一手は考えてる？すぐにホローから出て怒ったことをみんなに伝えるのもありだよ。もちろんそれ以外にも。言うまでもねえぜ、プロクシー。シンダーグローレイクに行くぞ。あそこに危険が迫ってるかもしんねえってのに放っておけるかよ。あの場所が安全だってわかりゃあとはどうとでもなるんだ。あんたの決断を尊重するよ。ねえねえ待ってよ、そっちで何の話してるの？なんか大変なことがあったって感じだけど、さっぱり分かんなかったよ。大丈夫だバーニス、焦らなくていい。後でしっかり説明する。リン、シーザー、君たちは出発の準備をしてくれ。当面重要なのはライトさんやルーシーと合流することだ。